結論から言うと、オタクチャンネル。ワールドトリガー。柿崎隊に対するみんなの反応集。よし、発表していけ。柿崎隊いいよね。いいやつしかいない。癒し空間。嫁、子供、ご近所さん、夫。この隊の隊員とオペレーターはまだまだ伸びしろあるよな。もっと輝けるよ。これはザキさんのレス。でも新人王候補を腐らせてる。頼りない隊長だぞ。本当にいいのかこんな隊。これもザキさんのレス。否定する夫人。第三する小太郎とおいさん。柿崎隊完成しました。家族みたいな雰囲気がある。ザキさんが旦那出てるや夫人が夫人で、小太郎くんが息子なら、ういさんは、何なんです？愛人。ういさんのポジはコタロウの姉で OK。他は想像しやすい。ミスミスイコタの可能性を潰すことはない。コタロウくんの家庭教師か、家政婦さんで。柿崎隊の、柿崎国春さんの魅力をわかる人いる？これはてるやちゃんの立てたすれ。支援はいかんぞ柿崎ちゃん。妻もいいけどコタロウくんも好きだよ。あの会見見てザキさんを選ぶ、ぶっ飛び具合。コタロウは王子か、ミワスタイルになりそうだな。立派なアサシンになって、帰ってくる時が楽しみだ。チーム連携にアサシンが加わると、かなり強くなるな。ビーコン装備してるし、アサシンの素質はある。ウイちゃんが並列8だから、多少オペの並列問われる術を身につけて、帰ってきても大丈夫なんだよな。ウイちゃんもいい、お姉ちゃん役してくれそうなことも、分かったしな。女子がザキ夫人だけだったらちょっと、心配だったわ。好きなもの、ハヤシライススイカマンガ、カラー溢れ出る、模範的書たっぷりがすごい。何気にグラフ入れないで、軌道8だからすごい。アタッカーだと他にもいるけど、オールラウンダーやガンナーだと、軌道トップ。しかし才能があったにしろ、当時、小学生だった、高2年間ボーダーで、堅実に育成できてるだけでも、隊長として、十分責任果たしてるし、すごいのではないかと思う。虎穴もハウンドも使えて、なんなら、どっちも、組み合わせられるようになってるので、間違いなく強くはなってるし、コタロウが嵐山メンタルを得たら、ザキさん曇るんだろうな。ならペンチメンタルの方を見習おう。それはもっとダメだろ。素直で優しい性格の良い子に育ってるから柿崎隊長の教育方針は間違っていません。柿崎夫人のレス。言うてあの歳でザキさんに目をつけるのは将来有望だよ。トッキーが今でも大好きな先輩ですって言うのがなんか好き。それを聞いた桜子が微笑む。兄より演出いいよね。一歳年下かつ変態のくせにお姉さんぶりやがって。時枝、柿崎さんの唯一の弱点は全部自分で責任を持とうとするところ。評価が高すぎる。全部自分で責任を持つ。隊員の人生にも責任を持つというのか。最後まで思い切り支えがいがあります。同じ墓に入る決意固めてんじゃねえ。夫人、すべての責任を背負おうとする。つまり先に既成事実をこしらえてしまえば。ひらめいた。記者会見でそう言い放つ夫人を想像してダメだった。その記者会見でもしかしなくても結婚会見。ザキさんの欠点が一つしかないと思ってる後輩。アニメで猫舌疑惑も追加されたのに。猫舌は欠点じゃなくて萌えポイントだから。コーヒーで火傷してる。支えたいポイントプラス500。素晴らしい兄より。はよ結婚しろ。公式で片思いしてるヒトラは大抵叶いそうにないんだけど、明確な恋愛感情の描写はないのに、テルヤちゃんとザキさんはファンからもほぼ確定だよね。わかるけど、何せカバー下のキャラ紹介で押しかけ、キモったま女房って書かれたからね。他のカップリングは成立しなかったら、やっぱりダメだったからで済むだろうけど、カキテルが成立しなかったら、多分一番ファン界隈に衝撃が走ると思う。好きなもの、犬、犬を飼ってるのはザキさん。絶対犬を触りに行く口実で、ギフボに挨拶してるよ。肉食系のやり口だ。彼だけが己を既婚者と知らない。怖えよ。負けてやるつもりはねえのところで、片方の瞳に嵐山と同じ色のハイライトが入ってたのが、アニメならではの素晴らしい演出だと思った。アニメにこういう細かいところまで手から入っててやばない？設定ガチガチだから多分、兄よりあんまりできないだろうに理解度 120% の描写入れてくるのは参るね。柿崎さん、指揮官役より指揮される方がステータス発揮しそうだよね。飛び抜け、長所こそないけど、弱点らしい弱点はないからね。あと大好きな先輩だし、トリオン7、攻撃7、防御援護7、機動7、技術7の7つくし。まあ実際、一兵士として見たら弱点なくて、使い勝手はよく見える。上位陣はこれに加えてプラスアルファのステータスしてて、さらにヤバかったりするけど、ザキさんどちらかというと、隊長よりも部下やってる方が強そうなんでも、そつなくこなしてくれそうだし。ザキさんが指示出すんじゃなくて、東さん諏訪さんが指示出して動く、部隊の部隊長みたいなのがあってそう。この隊がちょいちょい、下位に落ちてくるの無理ゲーすぎん。桜子曰く、ザキさんが慎重になりすぎるのも、あくまで同格以上の相手の話だしな。密度萌えを活かしてみたい位置にするか、何かしら、新手用意するとか、しないと普通に力負けしそう。でも柿崎隊をどう崩すか、作戦練れない隊は、周囲に上がっても、すぐに落とされるだけだし。近距離中距離隙がない連携だから、格下にはまず負けないしな。格上に勝ちにくいのはあるかもしれないけど、ザキさんに限らず、ボーダー歴3年以上のネーム度は、みんな強い印象あることしては、A 級か B 級の中でも、上積みの自力がある感じ。
周囲が魔境なのと今季は RTA してたのが痛のが悪い。B 級界にしては隊員が強すぎるって、隊長が情けないって意味だよな。またザキさんのレス。どうも夫人だとザキ開かないから別の人にザキさんのケツ叩いてもらおう。ののさん、柿崎さんが相談あるそうです。ランク戦のルール的に高確率で1戦ごとに周囲のどこかのチームが界に落ちてはいるのでは。周囲チームが落ちてくるとポイント荒稼ぎされるだろうし、そこまで周囲から界の移動は少ないと思う。そうじゃないとやってられない。柿崎隊が界に落ちてくると、海部隊には相当厳しいからやめてほしいよね。初見の怠慢ではやあ軌道ユーマを相打ち寸前まで持ってけるやつの方が少ないと思う。本人は気にしてたけど、香取隊の突破待ちで地下を抑えに行かなかったのは妥当な判断だしな。香取が調子悪くなかったら時間はかかっても突破できたと思うし、あれは香取隊も合わせて動いた以上突破できなかった香取隊の問題だし、耐え切ったオサムがすごいってだけだからな。柿崎隊としては格上のユーマ相手にメンバーを減らすのは厳しすぎた。まさか3人揃ったカトリ隊がスナイパーいるとはいえ、オサム一人に抑えられるとは思わないでしょ。初見で対応に追われ続けた2体と2体の対応をシミュレートしまくった肉も隊じゃな。相打ちまで持っていっただけでも偉いよ。オサムも落とされる前提で時間稼ぎしつつ、ワイヤーバラ巻きまくってただろうしな。思った以上にカトリ隊相手に戦えて自分でも驚いてそう。ワイヤー陣初見でユーマ相手に相打ちに持っていける人とかそうそういないしな。なんでこれして生きてるんですか？これで死んでたらオサム一人でカトリ隊討伐しなきゃならんかったのか。いくらワイヤー陣完成してる、オサムでも若村仕留めた後で三浦とカトリ相手になると多分無理だな。スナイパー抑えに行くとしても、ユズル以外のボーダー隊員初見のレッドバレット狙撃となると、そりゃ慎重になるよなと思う。初見で対策考えられる夫人がすごいよ。散々言われてるけど、ランク戦との相性が悪いだけだからな。ランク戦は落として点を稼がないといけないけど、生存能力が高い上に全員が金、中距離に対応して陣形張れるのは十分強い。誰かエース張れるやつがいると強くなりそう。メンバー全員サポートよりな気がする。あるいは本人の性格的に難しそうだけど、ザキさんがエース張るとかね。飛び抜けた長所こそないかも。試練がスペック自体はかなり優秀なはずだし、むしろエースに頼らない、エースがいなくても勝てるチーム作りを目指してほしい感もある。スナイパー一人足すだけで火力も戦術もだいぶ変わると思うし、オペの負担もザキさんら3人が固まることでスナイパー一人にタスクを集中できるとは考えたこともある。ただまあ仲間一人増やして弱点解決はオッサムがやったし、2番戦時でザキさんらにやってほしいとも思わんけど、そんなごくスタンダードな解決法禁じられたらかわいそうだよ。嵐山隊のように悟りみたいなスナイパーを入れたらできることの幅が増えて良いと思う。確かに火力不足は解決できるだが、あんな奴が2人もいてたまるか。ザキさんは性能的にはそれこそトッキーとかの A 級隊員にも引け取らない高レベルなんだけど、エースってタイプでもないからな。手堅いので崩れることはないが、安全優先で読みやすく怖さもない、そういう体だよね。自分で全ての責任を持とうとすることだからこそ信頼できるし放っておけない。弱点ではあるが柿崎さんの長所でもあるんだよな。だから柿崎隊長の考えたフォーメーションは私たちの強みでもあります。簡単に捨てるなんて言わないでくださいってフォローする。柿崎隊長に必要な隊員だと思いませんか？柿崎さんには選抜試験が終わったらてるやちゃんにいっぱい優しくしてあげてほしい。久々に4人で飯食いに行くかって誘って楽しく対ご飯して、帰り道は同じ方向だから2人で帰って公園のベンチでゆっくり話すくらいのボーナスタイムあげてほしい。支えがい、支えがい。もう正直押し倒しても許すよ。まどかがザキさんによそよそしくなってたら泣いちゃう。許さへん、許さへんでおきこうじ。なんで怒られてるんですか？まどかとは何もありませんって。試験の連続で何もする暇なかったやないですか。ウイちゃんとおきがくっついててもザキさんは祝福してくれるよ。ザキさんもののさんと仲良くなってるし。隊長はそんなことになってません。でも見てくださいよ、24巻の登場人物紹介ページ明らかに見つめ合ってるんですよ。押し倒せとまでは言わないけど無言で抱きついてほしい。てるやちゃんがブロッコリーにボロクソにされたメンタル癒したくて隊に戻ったら、ののさんとザキさんができてたら逆にブロッコリーの頭髪全部狩るぞ。水塚みたいが試験をトップ合格して、やっぱりちゃんと生かしてやれる奴の元でなら活躍できるんだなって嬉しそうに戻ってきたてるてるを見ながら寂しそうに自供するザキさん。なんか腹立ってきたな。てるやちゃんはもうこいつ押し倒して食った方がいい。支えがいのない奴の下でただ点数を稼ぐための日々を過ごし、戻ってザキさんの支えがいを改めて確認するテルヤちゃん。踏みかが乾きを、小太郎がアサシン技能を、窓かが男を得て帰ってくる。小太郎くんは打っていいから紳士力を吸収して帰ってくるよ。ザキさんに再会してすぐに、しばらく見ない間にまたかっこよくなったんじゃないですかとか言うよ。こりゃお前らが隊長になる日も近いな、とか言っちゃうザキさん。ザキさんはそういうこと言う。テルヤ、そんなこと言わないでください。私にはまだまだ
が体調が必要です。私、小太郎、私たちじゃないんだ。柿崎の記事多すぎだろ。こんな頼りない上に見どころもないやつまとめてもしょうがないだろ。ザキさん、あんたってやつは。ザキさんもういいって。いいから結婚しろ。